きゆ智子は、日本の政治家。沖縄県議会議員。立憲民主党沖縄県連県政担当。2020年6月の沖縄県議会議員選挙で、那覇市南部離島選挙区から立憲民主党公認で立候補し当選。沖縄県那覇市生まれ。中学生の頃から政治に関心を持ち、沖縄県立平国高等学校を経て、 慶応義塾大学総合政策学部に進学。大学卒業後は、松下政経塾に入塾し、沖縄の自立、実地に関する研究、中心市街地、商店街活性化に関する実践、研究、ちづくり分野における、共同事業、政策立案に関する実践などをテーマに学ぶ。2002年、松下政経塾卒業後は、沖縄に U ターン。 那覇市のコミュニティ FM、FM 那覇の運営に携わるほか、那覇市内の国際通りや栄町市場などをフィールドに、地域振興の調査研究や、共同のちづくり活動に取り組んだ。2004年に、漫画家の小林義則が、新、ゴーマニズム宣言スペシャル、沖縄論執筆のため沖縄を訪れた際には、社会学者で、沖縄大学人文学部教授の宮城義彦と共に、 沖縄の案内役を務めた。2008年から約10年間は、日本 IBM のバックオフィス業務を担う会社に勤務。業務を通じて、沖縄でのキャリア形成や、雇用環境についての考察を深め、2015年に、その成果を、沖縄女性の雇用環境、バックオフィス業界を事例にとして発表した。また、2016年に長男を出産して、以降は、 沖縄らしい保育や環境ができる、環境づくりへの関心も高まり、政治の世界に挑戦する意欲を強めていく。2017年、立憲民主党の決闘以降は、同党の活動に興味を持ち、草の根からの政治、女性議員を増やすという政治姿勢に共感。2019年1月、同党代表の枝野幸男が、来中した、際のタウンミーティングに参加し、 江田野が語った独自の歴史観を背景にした東北学に影響を受けたというエピソードを聞き、立憲民主党ならば沖縄の歴史や社会状況を踏まえた政治を共にできる可能性があるのではないかと考え、同等の活動に本格的に参加するようになる。2019年6月、翌年6月に予定されている沖縄県議会議員選挙で立憲民主党の公認候補として、 立候補が決定。草の根の政治、雇用、労働、キャリア形成、子育て、教育を柱に政治活動に取り組んでいる。ありがとうございます。